魔人。あくまで部屋に入ってキーボードに向かってこうじっくり腕組みしてどんなのがいいかなっていうところから必ず始まるんですよ。 The spirit of love will come and completely overtake you. 空が少し近づいてくる。それで大体2、30回ピアノに向かって1曲できればいい方ですかね。半年以上前に撮った曲とかもあるんで、実際並べてみないとどういう風な感じになるか分かんないし、まだ今まで自分がしなかったことを知ってみたいっていうか、自分と戦うみたいな。逆に今までの中で最もあえてこういうのにしようとかっていうのが なかったレコーディングかなと。もうかなりこう自分の中から出てくるサウンドとか曲とか、自分の中の世界をそのまま出して最終的に仕上がったのが、まあ、今回のコンセプトなのかなみたいな、なんかそういうところはありますね。少しだけ止まって少しだけ逃げ場のなくなる世界ですかね。もっとイマジン、イマジン。やっぱり音楽の原体験とかがやっぱり一番結局その人の音楽性の方向性をすごく決めるんだと思うんですよね、結局は。普段の会話で最近こういうの好きなんだよねっていうぐらいで、おのおの思ってることをそのままぶつけるみたいな、結構それが逆に面白いものができるんじゃないかなっていう。楽譜が読めません一切ですから、口伝えで覚えます全員。だからより僕らの中でより最もポップで、でも最もマニアックな作品かなと思います。これはもっと古いぞとか、これは新しめだぜとか、なんか時間的なものを感じてくれるといいかなとか思ってますけどね。何が出るかわからないみたいな、うん、それが今回も出るんじゃないかなっていう思いますね。例えば70歳まで生きるとしたら、70年分の中だけで見たらこれ以上のものは作れないだろうなっていうのを一枚作りたいですね。それを形にする時間とお金と手間が僕自身に許されて、そして一生のうち1枚でいいですから。もっとイマジン、イマジン。ロサンゼルスって場所よりもやっぱりこっちで広がった音楽仲間がこっちにいて一緒に音楽を作れるっていう部分のが強いので、音楽以外のことで惑わされるっていうか集中できるっていうのもあるんですよ。
髪切るときは早いんですよ。落ち武者って感じありますね。健全ですね。カリフォルニア健康ですもん。僕に全然似合いませんけどね。よくいろんなこと知ってるなっていうか、ありとあらゆるタイプの音楽を知ってて。こういうのって頭の中割ってみたいなっていう感じですね。なんか やっぱりプロかアマチュアかっていう二元的な単位で捉えるんじゃなくて、もっともっとやっぱりプロフェッショナルっていう部分で音楽を感動的に伝えるっていう次元までね、行こうっていう意識をまあデビュー前とか持ってて、でそれを自分なりに努力して、それなりにこの世界で未だに食えていながら、その理想を一遍も崩せないでいるっていう自分に対してはすごく嬉しいなと思いますけどね。笑う角には福来たのともっとイマジン、イマジン。まあ、暴走族で言ってもやっぱり一番トップを走ってるかなという感じがしますけど、でもやっぱり後ろにいるからこそ走っているという実感が持てるというか、僕は全ての思いを君に向けるのさ。まあ自分が笑うのも好きだし、でもあいつら2人が笑ってるとやっぱりとってもいい気持ちなので、強いて言えば自分がなんかおかげさまで2人のおかげでなんか楽しく遊ばさせていただいてますっていう。言葉にはできない優しさが、だからここにあるように、いつだって最高じゃないですか、ね。このバンドを表現するボーカルはやっぱ彼しかいないでしょ。世界どこ探しても彼しかいないでしょ。答えを連れてくる季節は守ってきそうだ、許してはくれないから。その詩自体に断言する姿勢はあまり持たないっていうところは僕らの基本かなと思いますね。日本語をいかにどこまでリズミックにできるか、どれだけ意味合い的にバリエーションを持たせられるかとか、まあ、いろんなこと考えてますね。なんか何だったんでしょうね、見てみたいですね。僕はあのお巡りさんになりたかったので大学もそれで法学部に行ったんですけど、警察官になりたくて刑事さんになりたかったですね。もっとイマジン、イマジン。アルバムタイトルは僕らはいつも最後につくんですよ。今回はどっちかというと結構パーソナルな感じのタイトルになるんじゃないかなと思いますね。自分の中でこう電球がパッとつく瞬間っていうのはですね、もうここに行こうって決める瞬間っていうのはやっぱり自分の中に電球がついたかつかないかっていう、その電球が正しいかどうかは誰も知らないですよね。面白くないところの方がすごく多いかな。なぜかっていうと、その作ったものとしての誇りをどこまで持てて作ってるんだろうみんなはかっていう感じる部分がすごく多くて、そういう人たちの方がやっぱり中心になっているっていうのがやっぱり寂しくて、個人的にはきっとみんないい人なんだと思うんですけど、ね、
ありました97年のシングアイクトーキングはありのままの姿ですので一つよろしくお願いいたしますって感じです僕は全ての思いを君に向けるのさずっと変わらないスタンスであのやろうと思えばできるっていう決してそれはドン・キホーテじゃなくて世の中を変えるとかいうふうには全く思ってないですけど世の中を変えようとする意識を持つ人の家のステレオの CD の中に入ってればいいなとなんかそんな感じ音楽の役目って底止まりですけど底止まりの凄さってあるような気がするんですけどもっとイマジン